ジョーガ、月に走る芸は、中国神話に登場する人物。こう、芸、エビス芸とも呼ばれる。弓の名手として活躍したが、妻のジョーガに裏切られ、最後は、弟子の訪問によって殺される、悲劇的な英雄である。芸の伝説は、祖地天文編の中などに説かれている太陽を用とした、話が知られるほか、その後の時代の活躍を伝える話も存在している。 名称が同じであるため、前者を大芸、後者をエビス、芸や悠久の子、芸と称し分けることもある。その大芸は中国神話最大の英雄の一人である。日本でも古くから関石を通じてその話は読まれており、まさか時や太平記などに弓の名手であったことや太陽を追い落としたことが引用されているのが見られる。天帝である三土春には、 ただしはという妻がおり、その間に太陽となる十人の息子を産んだ。この十の太陽は交代で一日に一人ずつ地上を照らす役目を追っていた。ところが三行の時代に十の太陽が一変に現れるようになった。地上は灼熱地獄のようなありさまとなり、作物もすべて枯れてしまった。このことに困惑した三行に対して天帝である三神春は、 その解決の助けとなる、要天から神の一人である芸を使わした。シュ春は芸に、紅色の弓と白羽の矢を与えた。芸は、カド、行を助け、はじめは、威嚇によって、太陽たちを元のように交代で出てくるようにしようとしたが効果が、なかった。そこで仕方なく、一つを残して旧の太陽を追い落とした。これにより地上は再び元の平穏を取り戻したと、される。 その後もゲーは各地で人々の生活を脅かしていた数多くの悪獣を退治し人々にその異形を称えられた。自らの子を殺されたミカドシンはゲーを疎ましく思うようになりゲーと妻のジョーがおカ席から外したため彼らは不老不死ではなくなってしまった。ゲーはコンデンさんの西に住む西王母を訪ね不老不死の薬を二人分もらって帰るが ジョーガは薬を独り占めにして飲んでしまう。ジョーガはゲーを置いて逃げるが、天に行くことを躊躇して、月へしばらく身を潜めることにする。しかし、ゲーを裏切った報いで、体は引き返るになってしまい、そのまま月で過ごすことになった。なお、ゲーがあまりにあれだと思ったのか、満月の晩に月に談合を捧げて、ジョーガの名を三度呼んだ。そうするとジョーガが戻ってきて、再び夫婦として、 暮らすようになったという話が付け加えられることもある。その後、芸は狩りなどをして過ごしていたが、過木の宝網というものに、自らの弓の技を教えた。宝網は、芸の弓の技をすべて吸収した後、芸を殺してしまえば私が、天下一の名人だと思うようになり、ついに、芸を撲殺してしまった。このことから、身内に裏切られることを、芸を殺す者は、宝網というようになった。 別に伝えられているのは、道しエビスゲーデンや、春秋差し伝などにあるもので夏王朝を一時的に滅ぼしたという伝説である。こちらの伝説では主に工芸という呼称が用いられている。行と夏それぞれの時代を背景に持つ二つの伝説に、どういった関わりがあるのかは解明されていない部分がある。白川聖は、 校舎の伝説は芸を放ずる部族が夏王朝から領土を奪ったことを示しているとしている。皇芸は子供の頃に親と共に山へ薬草を最取に出かけたが山中ではぐれてしまい、そきつね父という狩人によって保護される。そこ父が病死するまで育てられ、その間に弓の使い方を主軸した。その後、弓の名手であったクレガからも技術を学び取り、 その弓の腕を使って芸は勢力を拡大していったと、される。大野康氏の知性、大野康氏は政治を顧みずに狩猟に熱中していた。芸は、ブラ、白元、熊根、ムクいぬぎょなどといったものと一緒に、夏に対して反乱を起こし、大野康氏を放逐して夏王朝の領土を奪った。芸は、王として立ち、諸侯を支配下に置くこととなる。 しかしその後の芸は、白布を殺し、その母である玄妻をめとり、勘という関心を徴用し、ブラなどの中心を退け、政治を顧りずに狩猟に熱中するようになり、最後は玄妻と勘によって昭王の八年に殺されてしまった。ありがとうございます。